第19回アジア競技大会2022甲州の女子バレーボール競技は5日、2次ラウンド第2戦の試合を行い吉原智子監督率いる日本代表はタイと対戦ストレート25から2325から1925から23で勝利し準決勝進出を決めた日本チームのスターティングメンバーは岩崎小嫁首相島村春よ田中水木中川美優西川幸 平山シアーン、リベロ・メグロ・ユーカ、日本の最多得点は西川の15得点、すべてスパイク得点、両チームの最多得点は日本の V1 女子、黒部に所属するコクラム・ピンピチャヤの16得点、スパイク14、ブロック2、だった、次戦はセミファイナルラウンド、準決勝、となり、6日の日本時間15時30分から決勝進出をかけてベトナムと対戦する、9月に閉幕したアジア選手権では3位決定戦で対戦し、 フルセットにもつれ込む大接戦となった12人中7人が同じメンバーということもあり、どのような戦いとなるか注目される。